石川隆一郎です。今回はですね、株式投資名言まだはもうなり、もうはまだなりってどういうことということでお話させていただきます。お話している段階でですね、東京市場はですね、もう暴落に近いというような、ね、状況ですね、ほとんどの銘柄がですね、急降下してしまってますね、まあ、そんな時にですね、こんなに下げたんだからね、こうもう買ってもいけないかとかですね、あるいはですね、まだ買えないんじゃないかとかね、まあ、いろいろ思いますよね。これについてですね、投資名言ではですね、まあ、まだはもうなりということはですよ、まだ買い場じゃないんじゃないかというところは、まあ、大体ですね、買い場であることの方が多いですよと言ってるんですね。そして、まあ、もちろんですね、中にはですよ、もう買い場じゃないかなと思ってらっしゃる方もいると思いますよね。そういう場合はですね、まだはまだはもうなりですけど、もうは、まだないなりですよね。もう買い場ではないかなと思うところはまだですよというわけでね、じゃあどうしたらいいのということになりますがね、こういう時はですね、やはりね、結論がなかなか出ませんからね、試し買いを入れてみるということでね、解決というふうになりますね。最低単位、売買単位のね、買いを入れてみてですね、様子を見るというやり方でしかね、答えが出ませんですね。名言は名言としてですね、もう本当にですね、この通りなんですけどね、まだはもうなり、まだ買い場じゃないんじゃないかと思った時はもう案外買い場だとかね、あるいは、もうは、もういいんじゃないかという時は、まだですよということなんですからね。そうすると結論としてはですね、試し買いを入れてみるということになりますね。以上、北浜のカオリッジ放送局でした。